うん、あとね、あと10年頑張る。ちょっと茶碗がいっぱい。皆さんどうもいいえ。はい。あ、こんにちは。ちょっとありますけど。あ、ありがとうございます。はい、どうも、はい。よろしいですね。はい。明後日また来ます。はい、お願いします。お客さん来てから一緒だった時間とかちょっと用意しとかね、予約があって辛いことはないよ。辛いことは行列ができる。あとね、竹洲の日本の味方ってあれに出たときね、うわー、トイレの近くまで行列ができる。1時間半待ちか、2時間。エッグバーガーチーズと、はい、あとチーズバーガー。チーズバーガーとエッグバーガーチーズ。辛さは？お願いします。はい、15分待ってください。
ただ福音を作ったって売れんよ。え、今76歳でここあと10年あと10年80 700円です。暑いから気をつけて。はい、どうぞ。いいえ、どうぞ。あと入れたけこれは1メートル。明日は雨でと、これは本当に雨が降りでしょう。明日は雨でと、これは本当に雨が降りでしょう。もうちょっと焼きます。はい、ちょっと待ってね。何します？クランクドックですか？そんな売り上げやってたらあんたしゃれんの？計算せきやね。いやね、これ親子丼やね。親子、これ親子丼ね、親子、うん、これ一番大きくて大きかったの。フランクエッグチーズと、はい、あとミックスエッグ、はい、ちょっと待ってくださいね。用意します。からし入れますね。入れちゃって大丈夫です。ありがとうございます。すいません、どうも。ありがとうございました。気をつけて。